レー芸人の勝井です。今日は安田女子高等学校のバレー部にやってきました。インターハイ出場ということでものすごい強いチームなんですけど、私もパリ五輪メンバー入りを目指して頑張るという企画をずっとやってたんですけれども、残念ながらパリ五輪入りメンバーならずだったので、しかしですよ、私は諦めません。次またオリンピックあります、ロサンゼルスに向けてここでまた一から鍛えてもらおうと思います。ということでまずちょっと練習しまして、その後試合入ってまたいろいろダメ出しをもらって強化してもらいたいと思いますんで頑張ります。ということでちょっと練習参加しまして、ほんまに女子バレーならではのなんか緊張感がすごい、ちゃんと強豪の匂いがする。なんで早速最初にゲームをしていきたいと思います。Yeah!
ここから得意なところから攻めれるように行きましょう。
いやかんわ。でもあそこで決めるのがエースやね。バシャリナのポジション狙ってるからさ。じゃあ反省聞きに行こう。反省、はい、まあ、そんなんであかんのよ。ロサンゼルスに向けて。ありがとうございました。ちょっとあのゲーム見てもらったと思うんですけど、今のプレーどうでしたか。サーブレシーブが、サーブレシーブほとんど返ってた。嬉しい。サーブレシーブ上、はい、最初のストレッチの時体がすごい柔らかい。おお、ストレッチの好評も入ってる。あとロスを目指すために、はい、必要だなと思うのはプレーとプレーの切り替わりがちょっと遅い。切り替わり？レシーブして次のプレーとか、はい、あの切り替わりがもっと速くなればいいのと、もうちょっと体力なんですけど。永遠の課題になっておりまして、なのでそれに向けた練習ができたらなと。入れてもらってもいいですか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ一回水分補給して練習しましょうか。はい、はい。